はい、高橋恭太郎でございます。また中国共産党なんですけれども、河野太郎スペース、中国共産党でですね、ツイッターで検索したんですね。ちょっと1個記事が出てきたもんですからね、1個ですね、中国共産党河野太郎って出てきたのでですね、それで検索したらですね、この前はですね、小池百合子、東京都知事、小池百合子、中国共産党ってやったらですね、また大量に出てきてですね、これはどうなってんだろうっていうことでですね、もう言い切ってる人がね、もうたくさんいるんですね。で、詳しくはですね、いろいろね、ツイッターだけじゃなくてですね、お調べいただきたいんですけど、これね、毎日毎日すごい記事が出てくるのでね、中国共産党ですね。もうはるか昔からですね、私が最初に知ったのは、祥道院大鶴さんっていう、方の YouTube で知ったんですけどもね、中国共産党ってですね。その時からもすごかったですね。で、ここに来てですね、もうこんなにどんどん出てきてですね、ちょっとこれ書ききれないんですけども、何個かですね、記事をですね、ここに書いておきますのでですね、中国共産党ですね、いろいろ調べていたですね、それでですね、ここツイッターのですね、この記事書いておきますのでね、こちらにですね、もうバシバシですね、どん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 ですね、もういくらでもですね、どんどん書いていただけたらなと、思う次第でございまして、はい、ありがとうございました。失礼します。